はい、こんにちは、ビッグボーイです。スタルカー、シャドウオブチェルノブイリ。続きやっていきます。前回から動画外でアイテム収集とか、まあ、売買とかして、うまいこと前回クリアできてなかったこの、バンディットとも一掃しろっていうのを、なんとかやろうとしたんだけど、バンディットすでにもう全滅してて、だけど、ちゃんとクエストが完了されない。で、どうしようもなくなっちゃったから仕方ないことに、シドロビッチに任務を断らせてもらったら、まあ失敗した任務ってことになっちゃったんだけど、そしたらまたシドロビッチが新しいクエストをくれて、これは前、バンディットを倒しに行ったこの、オートパークってとこなんだけど、またバンディットが来たっていうからね、まあ、こっちのクエストやっていく前には通り道だからついでにやっていこう。で、ちょっとゲーム内設定をいじって、持ち物をね、最大重量80だったんだけど、アイテムがあまりにも持てないっていうのがちょっときつかったから、800にしました。特に銃弾もね、このゲーム、フォールアウトと違って、銃弾もちゃんと重さがあるんで、弾までね、ちょっと重量制約加えられるのは厳しいんで、で、武器は今、SVD をね、拾ったんで、SVD と、そしてこれ前回まで使ってた MP5 なんだけど、シトロビッチんとこで、こんな、高倍率スコープ変えたんで、乗っけてみた。あとは、お金がね、ほんともう、この時点ですんげえ溜まってるんで、ほんと武器とか売りまくったらすんげえ溜まった。こんなね、強力なね、スーツを買いました。これマジでね、強力でね、90% とか、まあ、すごい耐性も強くて、ナイトビジョンとかもついてるんだけど、欠点があるとしたらね、あまりに強力であるがゆえに走れないという欠点があります。だからあんまり急いでない時とかこれ、着るのがいいかも。おっと？お、なんだなんだなんだ。あ、銃声する。じゃあじわじわ攻撃してこう。ね、この装備ならね、もうまず死ぬことはないでしょう。あまりダメージ受けなければ。で、改めてね、こういう高倍率スコープをつけて分かったことは、反動がね、スタルカー結構リアルでね、ちゃんとね、狙わないとね、当たんない。どこだ？ポマギーチェ。アップねえ。なんかこっちから声がするような。OK。OK。まだいる？こっちか。いた。ちょっとなんか車が浮いてたけど。まだいるか。いた。うん、反動がすごい。
どこ行った？お、ブローアウトが発生する。できてるな。いた。ドド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 ドこの辺全部いただいちゃおう。これ仲間か？死んじゃってる。ちょっと死体ずらして。あ、拾えた。助けを求めてんのはこの人か。はい。おう、これで友好関係になったからトレードしてくれると。トレードしちゃおう。とまあたくさんいっぺんに武器を売れるようになったからお金もすぐ貯まると。で報酬ももらいに行く。さてシドロビッチ。シドロビッチはとにかくたくさんクエストくれるだけなのか。はい、OK、いろいろもらった。まあ特にたまにねシドロビッチのこの販売されてる品物が変わることはあるけど、これといって特に今は。このアクセサリー2つ買っとこう。うん、今クエストなし。そんじゃどんどん北を目指そうか。この北側のエリア移動地点にデューティーがいたから、デューティーを説得して北に行かせてもらう。まあ、説得できなければね、お金払えば通れるんだけど、ちょっとじゃあそこまで行こう。おっと、新しいクエストが発生した。またバンディットのキャンプを撃破しろか。これちょうどね行ったことがあるところだ。ここはそんなにバンディットいなかったはずだけど、依頼が来たからやるか。で今ちょっと睡眠を取りたいんだけど、ブローアウトが発生するって通信が来てたから今はちょっと寝れないな、寝袋で。とりあえずこれ来て。 SVD はね強いんだけどサイトがないんです。強いんだけどね、これはぜひともサイトが欲しいな。あ、そっか。オッケー。反動がすげえな。で倒したのはいいんだけど、報酬を取りにまた戻らないといけないのはしんどいから、また今度戻ろう。でこれさっきシドロビッチからもらってたアクセサリーだ。なかなかいい。ちょっと放射線ダメージ入っちゃうけど、いろいろ怪しいねアクセサリー持ってんだけどね。こんなものも手に入ったな。耐性思いっきり下げてヘルス出血上げるみたいな。まあ、出血は下げるっていう方が、いろいろまあアンバランスな
ものから安定的なものまであるんだけど、今は安定的なもので固めていこう。で、一旦ここで休んでいこうかな。アイテム売買もして。実は、この建物の中の人たちとお話ししてたら、こんな人がいた。SFPS っていう人がいた。これ多分、モッド制作者が追加した人物だと思う。外国人だろう。はい。日本の軍隊で10年間過ごしてきたんだが、どうも日本という国に馴染めなくてな。はい。そういう人がいる。じゃあちょっと寝袋。で、ブローアウトが発生してないね。大丈夫だ。例えばいつの間にかスピリタスなんて 持ってたんだけど。アルコール度数96度。有名なお酒だ。それでは、北を目指そう。ここの北の方に、デューティーが、いるんだよね。2人同時に話してもな、突然お前はクズだって来たんだけど、かわいそうなマー君。何何？ああ、なるほど。なんて書いてんだ。 はい、ここにね、デューティーの人たちがいて、で、なんかね、マップを見たら、この一番右の人だけなんか友好関係を築けてるんだけど、まあそれは応急キットをプレゼントしたからなんだけど、でもプレゼントして立ち上がったと思ったら、いやお前ダメだ、ここ通さんってひどくね。通してくれないか、バーキープに用事があるんだ。ああ、途中とんでもない数のアノマリーがあるから忘れずに気をつけて行ってくれよ。いい人たちじゃん。まあ、とりあえず OK。ほんじゃ、ここはゆっくり行ってみるか。まあ、アノマリーがあってもね、検知器があるから、ある程度は、あらら、あらら、あら、思いっきりそれるか。ここにアノマリーがありますって、もう完璧にわかるようなものもないのかな。来た。現在地が、ここ。で、ここが、バー。ワイルドテリトリー。なんか銃声したけど。なんかちょっとね、ゲームがカクカクしちゃうんだよな。どう？これは先に倒しといた方がいい気がするけど。これ AUG 持ってる。逃げてった。あ、逃げてね、逃げてね、逃げてね。怖え。関係中立ね。はい。あら、あら、あら。
SVD。 なんかこの SVD の銃声どっかで聞いたことが。たくさん連れてきた。関係中立ってどういうことよ。あら、なんか吊るされてるけど、骸骨になってるけど、あー、プレイボーイ持ってる。何ここ、こんだけでかいとこなんだから敵はいないよね。いないと願いたいんだけど、化け物は死んでるけど。どうもどうも。ほうほうほう。敵なんかいないよね、こんなところ。いないね。ちょっと走れないからこれ脱ごう。お？ここも完全にデューティーの管轄か。お？ああ、上か。アリーナって書いてあるけど。お、バー。なんか想像よりはそんなに豪華ってほどな街でもないけど。まあまあでかいね。どうやって向こうに行くんだろう。おっと。Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. 今言われたんだけど。バーだ。で。Здоровый мишеный.Принес документы с агропрома. なんかシドロビッチに似てる。はい。Отличная работа, Меченый. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться. Значит так. По документам, которые ты принес с агропрома, кое-что начинает проясняться. Но данных не хватает.Хо-хо-хо. Это некая лаборатория X. Все, что нужно сделать, получить второй ключ от лаборатории X. Бого Суц. 今度はダークバレーにある放棄された地下壕に一致する。Хо-хо-хо. そこに行ってほしい。2つの電子キーが必要だ。力ずくで奪ってもらうことになると。で、防護スーツもらったけど、すでに超強力なもん持ってんだけど。ゴーストと呼ばれるスタルガーについて、ストロックの部下。ストロックもあんまり詳しくない。あ、この辺修理してもらえるんだ。あ、仕事いろいろあるね。ヴァンパイアというスタルカを殺せなんてある。受けとくか。ああ、マジで強いのか。
まあいくらでも受けれるから受けちゃった。でまあここも品揃えは似たような感じだね、シドロビッチと。でこの照準器が SVD にはつかない。あるのかな、そもそもつく照準器。オッケー。あ、すいません。ここだ、ザ・ダークバレーの道中にヴァンパイアというスタルカーがいるのか。現在地どこだっけ。ここか。っていうことはここはどうやって行くんだ。コルドンから行けばいいのかな。あ、ここにも。あ、こっから行けるね。オッケー。ストロックを殺せっていう最終目標でいいのかな、これは。金に困ったらアリーナに行けって言ったけど、金には全く困ってないな。ちょっと行ってみるか、アリーナ。あ、これ売るの忘れた。アリーナどこだったっけ。ここで、なんだ、コロシアムみたいなところか、ここ。あ、怪物と戦うのか。よっしゃ。さあ、来ちまったぞ。何？ハンドガンのみ。なるほど。そっか、手持ちはダメか。持ってるものはこれだけ。あ、ナイフもあるんだ。犬というか人もいるじゃん。あれ？あ、え？勝利。そうっすか、勝利っすか。ここにアイテム全部入れられてるし、なんかすごくあっけなかったけど。アリーナ、まあお金はあるし。ここはこういう人たちしかいないか。おいっとい、はい、ダメなんですか、ここ。戦争してる？フリーダムバンディット。ああ、そうなんだ。ごめんなさい。そっか。ワイルドテリトリーっていうのはまあ別エリアなんだな。今は特に用ないし。バーキープ。この辺はね、主人公が書いてる日誌。ちょっとじゃあ休んでいこう。寝袋で。あー、ブローアウト。このブローアウトっていうのはね、聞いた話によるとね、ブローアウトは、ゲーム本編、
元からこのゲーム本編に入れる予定だったものらしいけど、開発段階でなくなって、でモッド制作者が引き出したという、とにかくブローアウトが起こってる間外いたらやばいから早く建物の中に逃げちゃおうという。ちょっとバーの中に逃げよう。ああやべえやべえ、おおおおおお、ちょっとちょっとちょっと、逃げた。こうなるとね、 NPC もみんなね警戒したり屋内に逃げたりするっていうね、ちゃんとできてる。あ、収まった。割とブローアウトは長め。あ、暗い。Тебе сюда нельзя. Черт меня дернул. Вот тут-то. Пить как охота. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Эх, если б кто помог. Тебе сюда нельзя. なんかやたらコカコーラ持ってんな。53個も持ってる。よし、それじゃあ今回ここま、あ、夜になっちゃった。待って、夜はね、マジで暗いからね。朝にしよう。おはようございます。さて、それじゃあ、今回ここまでにして、次回クエストは、書類をね、また、手に入れないといけない。あ、違う、書類じゃない。ボロフっていう人物から、一つ目の鍵はすでに持ってるから、二つ目の鍵を、まあ、ダッシュする。つまり戦闘になるってことになるけど、バンディットのアジノを備えてるらしいから。ダークバレーね。の道中に、なんかゲス野郎っていう、ヴァンパイアというスタルカーがいるから、こいつもやっちゃうぜっていう。これね。てな感じでいこう。というわけで今回こんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。